3分でクッキングしてみた。トーストですね。トーストを3分でできるいろんなアイディアトースト。揚げ玉ポイントです。そう、あー来た。こんな完成。お好み焼きパン。さあ続いてはケントさんです。はい、よろしくお願いします。自信のほどは。僕普段からね、家であの料理作ってるんですよ、よく。あの酒のあてをいっぱい作ってるんで。あ、そうなんですね。そんな酒のあてっぽいような感じの、所長が好きそうな味です。あ、楽しみですね、はい、では参りましょう。よーい、スタート。まずですね、僕はまずリサーチから入りまして、所長がですね、お生まれは私は九州の福岡。九州ですよね、はい、九州といえばやっぱこれでしょう。おー、コーラーメンだ。コーラーメンだ。そんな語ってていいんですか？3分しかないですよ。コーラーメンを使ってトースターを作ろうかな。ちょっとコーラーメンそのまま食べたいんですよ。ダメだよ。本当ですか？まずですね、スープ。粉じゃないですか。そうですよ。これをね、サラサラサラっとこう。すげえ。豚骨味です、ちなみにこれ。あ、豚骨いいですね。好きでしょ。好きです。これだったら簡単です。でこれ基本的にあの、うん、溶かして水で薄めて使うタイプなんで、少し少なめでお願いします。少なめ。あ、いい匂い。かなりいい匂いです。さあそこに私がおうちで茹でてきましたこの麺。あ、もう茹でてある。はい、さすがにね、あの乾麺のままじゃ無理なんで、はい、もう手も洗ってますんで、少々安心してください。本当ですか。はい、ここにラーメン。でももう茹でてあるからね。はい、もう食べれます。食べるんです。さらにこの上からこの調味油。あ、油、そうなんです。こうやってやればトースターでこう広がっていくわけですから。本当ですかね。もう任せてください。いや、でもなんか手際はいいですね。あんまりね、もっともらしいこと言ってますんで。これ自分で食べたことあるんですか。え、ないです。ちょっと。いや、美味しいはずで、料理人はイメージでわかりますから。どんな感じか。あなたは料理人なんですね。すごい。さあ、というわけでこれで完成です。タイムは、2分22秒でした。あー、なかなか早い。匂いが、あの匂いが、もう豚骨。あー、楽しみですね。じゃあ、ちょっと楽しみ。はい、イエローです。はい、イエローさん。はい、私はですね、はい、この、からし明太子高菜を使いたいと思います。おお。博多でご飯のお供といえば、はい、からし明太と高菜という。ああ、いいですね。それも美味しそうです。あ、もう、じゃあ、スタートしていいですか。スタートじゃあ参りましょう。よーい、スタート。これね、チーズ。チーズ。チーズ。最初はチーズでいきますね。おー、チーズをこう、乗っけますよ、これ。からし明太子高菜を乗っけるたい。九州たいね。反感買ってますね、これは。敵に回してますよ。九州勢よ。海当たった。え、そんなに？ちょっと。しょっぱ。なんか雑だな。汚いな、なんか。汚い。もう少し丁寧にお願いしますよ。博多のもんはこだわらないたい。で、刻み海苔ね。刻み海苔。海苔を入れるんですか、これに。なんか辛そうだな、全部。しょっぱ。あ、もう刻んであるんですね。刻み。うわー、ちょっと。夏ひどい。ちょっと。できたたい。嘘。きたね。タイムは1分45秒でした。優勝。いやいやいや、そんな。いや、タイムも一番じゃないですね。